はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、はい。ポジション別選手企業シリーズね、やってますけれども、ついにね、まあ、1日ちょっと飽きましたけど、はい。1日2日ね、飽きましたけども、はい。ということで、これね、締めということで、まあ、CF の選手ですよね。はい。選手企業を決めるには、これが大事ということで、まず、器用に迷ったら、まあ、これを見てくれということで、はい。熱いメッセージを <laughs>、送っていきたいなと思いますので、今日もね、よろしくお願いします。 まあ選手企業ね、まあすごくやっぱり基礎的な基礎の部分。まあ要はね、やっぱりサッカーって11人、まフィールドプレイヤー11人、まあプラスベンチ7人で、まあ18人でね、まあ J クラムッキ構成できるんですけれども、まあそうですね。まあ特に CF とかというのはすごくいい選手が多いポジションで、まあなおかつ選手企業するときに結構比べる場面というのがね、やっぱりどうしても出てくると思います。皆さんね。 まあそれは始めたばっかりの人でもそうだし、まあね、もう結構長い人でも当然そういうね、比べる作業をずっと行ってきて、今のね、選手を使ってるんだと思うんですけれども、じゃあ果たして、うん、どっちがいいかってなった時に、じゃあどっちがいいかを判断しないといけないんですね、皆さんね。はい。まあそれにの時に役に立つ知識をちょっと今日はこの動画に詰め込みたいなと思います。はい。 まあ、ということでね、CF の選手起用の、えー、基本ということで、はい、どんどんやっていきたいんですけれども、ま,あ、まずはね、CF 起用に大事なことからいきましょうか。1、えー、スキル構成。まあ、これ大事ですね、はいで。2はやっぱりね、オフェチの高さですね。はいまあ、今までポジションによってはその色々ステータスがいるとか言ってきましたけれども、 フォワード、特に CF の選手というのはやっぱりオフェッチがやっぱり一番重、まあ、ダントツで大事かなというところで、まあ、複数あるはあるんですけれども、まあ、当然ね、他ののも大事なのは大事なんですけれども、まあ、特に大事ということで、今日は2の方ね、オフェッチの高さについてちょっとお話をしていきたいなと思います。はい、ということでよろしくお願いします。まあ、大まかにこの分けて2つのことについてお話をしていきます。 はい、といととうことでまずスキル構成についてなんですけれども、まあ、軸になるスキル、まあ、要はメイ,ンスメインスキルって言ったらあれですけど、まあ、強いスキル、まあ、特にこの軸になってくるスキルは2種類ですね。はい、今の環境だと、ボレー系と、まあ、シュートスキル系です。まあ、シュートスキル系って言ったらおかしいけど、まあ、シュートスキルですね。まあ、この2つがだいたい組み合わさると、結構いい選手が出来上がるイメージがありますね。はい。 まあ、ちなみになんですけど、このボレー系の中に、まあ、例えばオーバーヘッドとか、スペクタクルロングとか、あ、違う違う、スペクタクルボレーね。ごめん、間違えた。スペクタクルボレーね。とかも、まあ、当然入ってるし、まあ、フライングボレーもね、入ってます。まあ、この3種類と思ってください。派生はね。うん。って感じですね。で、まあ、シュートスキル。これ、ざっくりしてますけれども、まあ、シュートスキルに関しましてはこちらですね。はい。シュートスキルの動画はね、えー、一昨おとといかな。 の動画にね、ちゃんと上がってます。スキル解説の方で。再生リストで言ったらスキル解説シリーズの方の一番下の方にあると思うし、まあ僕の最新の動画見てもらったらね、シュートスキルの格付け動画あると思うんで、はい。ぜひね、シュートスキルランキングしっかりとね、付けてますんでね、ぜひそちらを見てください。よろしくお願いします。もう少しでも僕も動画視聴欲しいんで。<laughs> 本当はここで言えばいい話じゃないかと思う人もいると思うんですけど、お願いします。そこは分かってください。よろしくお願いします。もうちょっと見てほしいんです。<laughs> ということで、まあ、概要欄にね、リンク貼っとくんで、も、ま、う、あ、よかったらそこから飛んで見てみてください。まあ、ちゃんとランキングつけてます。はい。じゃスキル構成について3つ目のスキルね、の候補ね。はい。これはまあ、まあ、まああるんですけれども、まあフェイント系でもいいし、まあ縦ドリブルでもいいし、まあ、ポストプレイヤーとかああいうポスト系でもいいし、 チェイシング系もまあ、ありちゃありですね。まあ、ただちょっとディフェンチが低いんで、まあ、あんまり期待はできないかもしれないですけど、持ってるとね、まあ、役に立つ場面は当然ありますと。で、近、中、長距離シュート。まあ、要は、シュート、シュートスキル2つより持っててもいいよってことですね。はい。まあ、このシュートスキルの組み合わせは、ただ本当は、まあ、中距離、中距離とかよりも、やっぱり近距離、中距離とか、近距離、長距離とか、まあ、ここは一応ばらけた方が、まあ、バリエーションは出ますね。シュートの距離の関係とかね。はい。まあ、そこはちょっと気をつけてください。 はい。ということでね、スキル構成についてのまあ理想的な組み合わせをまあ、贅沢に考えるんだったら、まあやっぱり超次元とオーバーヘッドの組み合わせが今のところはまあ一番やっぱいいかな。うん。一番いいかなと思います。まあやっぱりオーバーヘッドシュート、まあ今ね、結構ボレーとか昔、まあちょっと環境が変わってきたというか、 環境というよりも、うーん、ちょっとね、発動率調整が入ってるような気がするんですよね。最近またちょっと僕も良くなったなと思って、僕のリーグの成績もちょっと上がったりとかしたんですけれども、まあ安定してるとは言えないので、あの、前まではね、B ボレーでもいいと言ってたんですよ、僕正直。まあそれ言ってる動画は当然あると思うんですけど、その当時ね。まあ今はね、ちょっとね、B ボレーじゃね、もう結構発動村がすごくて、 安定しないんですよね。まあ、僕の今のジョーゴ選手とか使ってるんですけど、それもそうなんですけど、まあ要はボレーが発動するかしないかでも本当に試合が決まっちゃうみたいな状態になっちゃってるということは、まあオーバーヘッドとか発動頻度基本的に、まあ僕もね、改めてダミアン選手とか昨日ちょっといろいろ試してきましたけど、やっぱり発動頻度いいんで、うん、まあオーバーヘッドと今超次元とかまあ異次元、まあ異次元でもいいんですけど、まあそういう組み合わせがやっぱりちょっと抜けてるかなっていう、 感じがしますねこの2種類持って,ら持ってると、まあ、攻撃の幅がすごい広がってんのかなっていうふうに思います。で、まあこの2つと3スキル目はまあそうですね、まあ候補から1種類持ってればいいかな、まあ近距離シュートでもいいし、まあ、中距離はい、うん、らないかもしれないですね、正直ね、異次元を持ってたらね。うん、だからこれ異次元じゃなくても正直、まあ例えばドロップシュートとかでもいいし、 ままああそうういなんか昨日ね、シュートスキルランキングつけてますけど、上位のスキルに入る感じの、またミドルとかでも強いしね、普通にね。ま妥協ポイントはいっぱいあるっちゃあるんですけれども、マックスで言うなら、やっぱ超次元かな、シュートスキルはね。でま3スキル目、あ他にもね、まチェイシングとか、フェイント系ドリブルとかまあも白いですけど、チェイシングも白もしいし、チェイシングって言ったら結構ダミアン選手とか持ってるイメージですけど、ま強いですしね。 まあ,あとはそうですね高速ドリブル系とかもまあそうですね強い選手が持ってると結構いいかな。最後、序盤はねどうしてもちょっと突破しにくいところもまあ,あるんですが後半のね結構交代間際ぐらいになると相手ディフェンダーのスタミナが切れたとまとかはね結構抜けまあその前半よりは抜けやすくなっていると思うんで。 まあそういったところで意外と役に立ったりとか、まあするので、まあ悪くない。まあドリブル系はそんな感じで、結構後半入ってからが勝負どころかなとは思うんですけれども、まあ一押しにはなるのかなと思います。で、ポストプレイヤーとかもね、ポストプレイヤーでいいしね、まあボール所持した分だけ相手ディフェンダー引きつけたりとか、まあ時にはね、ペナルティエリア付近でまあそのまま発動したらシュート打ったりとか、まあ得点にもね、つなげられるという感じでいいスキルかなと思いますし、まあそんな感じでね、まあすごく はい、どれが1個ついても、まあ、プラスにはなると思うんで、はい、特に、まあ、この上の2つ、うん。まあ、超絶ボレーとかでもいいと思いますけど、フライングボレーとかでも。まあ、とりあえず、ボレーの演習以上はちょっと欲しいかなって感じですね、ボレーに関しては。てな感じです。はい。まあ、まとめます、超次元と、オーバーヘッドと、3スキル、後方目から1つ。どれかで、組めたら、すごくいいかな。なんだけ、サムネで使わせてもらった、最近出たベストゴールのエベラウド選手とか、撮ってる人は、すごく、 理にかなってますね、あれはね。うん、すごく強いと思います。まあ、今のところ結構理想に近いのはやっぱあれかな。うん、って感じがしますね。はい。はい。では続きまして、スキルは終わりまして、能力値についてお話ししていきたいと思います。まあ大事なのは特にオフェンスですね。はい。これは高ければ高いほど評価は上がります。はい。まあこれ当然ですね。はい。で、次にまあ大事なものがあるとしたらね、やっぱりパワーかな。うん。CF の選手はやっぱパワー、スピードよりもパワーだと思います。はい。 やっぱりゴール前の競り合いの部分とか、まあ相手ディフェンダーと対峙する部分っていうのは結構あると思うんですけど、ボールギアとかでね。まあやっぱそこに影響してくるのがこのパワーかなとも思うし、まあそうですね、確実に影響があるとは言えないですけど、まあ多少シュート力とかにもしかしたら関わってるのかもしれないですし、まあ持ってると結構、やっぱ強い、うん、フォワードのイメージがあるのはやっぱ次にはパワーかな。だパワー系のフォワードの選手とか結構僕は好きですけどね。CF は特に。うん。 結構強いですね。やっぱりね。その当たり強いところがあるので、まあこれも結構大事な要素なのかもしれないですね。オフェンスがまあ一番高いの、高ければいいのは間違いないと思います。はい。で、まあ一応基準についてなんですけど、これもね、まあ結構動画で言ってるんですが、まあ最低でも1500。まあできれば2000は欲しいかなっていうね。まあそれぐらいのところありますかね。はい。まあこれぐらいを目指していきたい。まあ大体まあそうですね。オフェンス値に関しましては、 ボナセンがオフェンスの選手だったら大体まあ近いか超えるかぐらいはいきますね。普通にボナセンがね。1500はね。まあ、2000ってなるともうちょっと上積みがいりますね。クラブリンクつけていったりとか、まあなお、まあ他のセンスとかでまあね、オフェンス補強したりとかすればまあ行くかなぐらいですね。またセンススロットレベル上げるとかね。うん。まあそういった補強があれば2000ぐらいはまあ届くのかなっていう。まあ結構ここが基準になってくるんじゃないかなと思います。 はい。ということでね、まあ、能力値もまあ、こんな感じで必要なところの説明は以上なんですけれども、まあ、どちらが大事かっていう話をね、毎回やってるんですけど、これもね、CF についても話していきたいと思います。はい。ということで、優先すべきはどちらかという話なんですが、まあ、スキル構成の方が大事ではあります。はい。まあ、これは当然ですね、やっぱり、まあ、変えようがないというところで、はい。まあ、当然大事になってくるんですが、まあ、ただし、ある程度の差なら許容範囲で、時にはね、能力値を優先すべき場合もありますよっていう、 まあこれちょっと今までと書き方違うんですが、まあ例えばですけど、まあやっぱり異次元持ちはでかいんですけれども、まあ異次元はちょっと抜けてるけど、まあシュートスキルで言ったらその2番目3番目とかにブレ類されるようなスキル構成の差とか、で、能力値がそのね、スキル構成で言ったらちょっと低めのところなんですけど、能力値が高い選手とか、まあそっちを優先して、した方がいい時もあるんですよね。まあ要はそんなにスキル差がない時、 ねスキル差がちょっと劣ってる方が能力値がまあまあ高いとかね。うん。結構キラーとかまあセンスとかで仕上がってるんだったらそっち優先して使ってもまあ別に全然問題ない範囲ではあると思います。なのでまあそこはちょっと、まあ使ってみてもそうですけど、まあ個人のさじ加減にはなるんですけれども、まあ一番はやっぱり試すことかな。うん。まあ、やっぱ気になってる,いるせ、気になってる選手とか気にな、まあいいセンスがついた選手でこれいけるんじゃないかと思った選手は、 まあレベル上げて試すのはなかなかちょっと難しいとは思うんですけれども、ちょっと試しに行くべきかなと個人的には思います。まあやっぱり、まあその選手によってね、まあその使用感がやっぱ違ったりも正直しますし、うん、まあ一概にスキルとか能力値で全部完結する話ではないんですよね、正直なしね。なので最終的にはやっぱ自分で試してみて、どっちがやっぱりしっくりくるかとか、うん、まあ安定して、どっちが点取れてるかなとか、うん。 まあそういった感じのところで、うん、判断していくのが結局は一番いいので、まあそこはね、忘れないようにね、ちょっと試すっていう作業はね、どうしても怠らないように、皆さんにしてほしいかなと思います。はい。あとで、ね、ちょっと補足説明をしたいところがありまして、センスについてちょっと補足説明させていただきます。やっぱ A シュートスキル強化はね、結構 CF の特にね、A スキルでシュ,ートシュートスキル持ってる選手結構多いんで、まあこれやっぱ評価が上がります。さっきの能力値と比べてね。 まあ同じくなんですけど、評価が上がります。まあなので持ってればプラス評価になるので、まあこれもね、起用基準に全然入れていいと思います。うん。まあただこれが占める割合っていうのも、まあそうですね、正直言って最終的には試してみないとわからないんで、まあやっぱそうですね、シュートスキルレベル的にもまあ僕のそのランク付けしたよりも1個とか劣ったとか、まあね、劣ったりとかしてても、まあ顔面、まあ顔面でスキル強化ね、があると、うん、それがね、また あれは正直言ってそのスキルそのものの強さなんで、まあシュートスキル強化入れた強さではないので、まあなんとも言えないとこあるんですよね。そういうのが絡んでくると。まあなので入れ替わったりとか、同レベルになったりする可能性もあるので、まあそれも自分でどんぐらい入るかなとか見た上でちょっと判断が必要なんですけど、まあここもね、しっかりと評価に入れるようにしてください。 はい。あとこれちょっと最後に、まあ皆さんにちょっとお伝えしたい知識なんですけれども、特にまあちょっとウィングのところで言い忘れたのもあるんですけれども、CF ウィングっていうのは、あのー、交代がね、まあ結構積極的に行った方がいいポジションと言われてるんですけれども、まあここね、あの、向いてる選手と向いてない選手とか話をちょこちょこまあ動画の中で僕もしたことはあるんですが、 適正ポジションがね、結構多すぎると、まあ、特にウィング、両ウィングできたりとか、両ウィング CF トップ下。この四 4, 4項目なんですけど、433B だったらね。まあ、ボランチできる人はあんまいないと思うんですけど、まあ、そういった適正ポジションが多すぎると、交代が安定しない場合が、場合があります。まあ、これは反敵でもあの、そうですね。例えば、よくいるのは、そうですね、ウィ,あのウィングの選手がサイドバックの適性あるとか、ああ、反敵はあるか。うん、適性ある選手はあんまいないけど、 反敵は持ってる選手多いですね。まあ、伊藤淳也選手とかもそうだし、まあ、思いつくのだと、ま、小野瀬選手とかもそうだしね。うん。まあ、逆に言ったらフォワード CF で変えたいのにウィングの適性がある選手とかも言いますね。まあ、これ結構言います。はい。まあ、当然。まあ、それいいことなんですけどね、本来はね。本来いろいろできていいとこなんですけど、今の J クラの環境上それがプラスになるかと言われたら、正直交代要因としてみると、ちょっとマイナスになっちゃってる部分があるんで、だからそこの適性ポジションの多さが、 こうなんていうかなてか影響して、ば、まあ、交代がうまくいかないとか、まあそのね、違う方で出ちゃうとかもあるんで、まあ、なるべく交代要因で使う選手は結構例えば CF だけとか、だから CF だけの適性の選手とかで言うと、まあおすすめところは、まあ、ウタカ選手とか、まあ、ウタカ選手ちょっとあれやけどね、反的多いけどね、まあでも、適性としては一つなんで CF 入りやすいとか、まああとはダミアン選手とかね、まあやっぱそういうところで評価高いのもあるんですけど、僕の中では。まああとは、そうですね、ドーグラス選手とかもそうだし、 うん、とかね、まあそういった感じで、まあウィングの特に濃い適性がない選手とか結構 CF ですんなり入ってくれやすいんで、まあ結構重宝していく必要がね、皆さん持ってたらあると思うんですけれども、まあ交代要員選ぶときはそういったその適性ポジションにも注意してほしいし、まああとはね、総合力優先みたいなところがあるんですよ、交代ってね。な まあやっぱりベンチワーク考えたときに、まあ当然そのね、チームスキルとかいい選手を入れるのも当然なんですけれども、ただからやっぱ一番の目的はやっぱ交代要因をしっかり出すことだと思うんですよね、うん。まあちゃんとベンチをね、ベンチワークするにはね。まあそれが、あの、定まってて、なおかつ、そのバフの部分、チームスキルの部分で上乗せするっていうのが理想なんですけど、ここの最初の部分が定まってない時点で、このチームスキルを優先したところで、そんなにいいベンチワークとか言えないんでそもそもね。 まあそれは悪い。どっちかと,いうと悪いんで正直な話ね。うん。だからそこの交代調整はしっかりまず自分で試して、しっかりと安定して出るまで、まあできれば試してほしいな。まあその、出ない、どうしても出ない部分もあるんですけど、そこはもう選手変えていくとか。 しか正直方法がないので、まあ、それはちょっとどうしようもないところあるんですけれども、まあ、そこまででも、ね、ただ妥協せずに、まあ、最終的にはね、しっかりとした交代選手を入れれるようにチームを組むのが目標になってくると思うので、まあ、スタメンの選手も当然大事なんですけれども、まあ、フォワードの選手というのは交代要員の選手にも入れないといけないポジションなので、そこもね、ちゃんと怠ら,らないように気をつけてください。はい、ということでね。 以上、まあ必要な項目ですかね。こんなもんでお伝えができたかなと思います。まあね、一回見てもなかなか理解できない人もいると思うんで、まあ10回、100回、1000回と見てください。ということで。はい。じゃあ今日の動画はね、これで終わりにしたいと思います。ちょっと鼻声でね、終始申し訳ないんですけど、鼻が詰まってましてね、ちょっといつもとちょっと違うとこあったと思うんですけど、まあ聞きづらかったらね、ちょっと申し訳ないですね。僕もちょっと喋りづらいんですけど。ということで。じゃあ今日の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。これで失礼します。バイバイ。